According to this book. 中村天風の怒らない、恐れない、悲しまないという書籍のポイントです。心が積極的であれば、問題は半分解決したも同然である。真剣勝負は腕前ではなく、度胸がなせる。既存の知識を捨てることで新しい学びを得ることができる。心の中を掃除して消極的な観念を貯めずに生きることが必要である。マイナスの感情が顔を出しそうになった場合はプラスの考えで打ち消す。ぶつかった壁に感謝することで成長できる。あらゆる人との応対でプラスの態度を崩さない。苦を楽しむ気概を持って生きることの大切さが語られています。この書籍を通して、より意識的に生きるための中村天風さんからのヒントが得られます。ぜひ、聞いてみて、興味を持ったら読んでみてください。